ードルがボルプタにあるならパンテオンは厳重に守っている。低高度で接近し数キロ先に着陸する。次はセブが説明してくれ。ああ、潜入のために徒歩で基地まで登り、そしてパンテオンの制服を着て紛れ込むんだ。簡単さ。本領発揮だな。中に入ったら基地を偵察しろ。どんな防御があって弱体化させられるかどうか探るんだ。妨害工作員か。思いっきり楽しめそうだ。防衛網に穴を開けたら残りのメンバーが突入する。そしてクレードルの捜索と確保。準備はいいか？いつでも行ける。軍人が大勢いる。全員パンティオンのようだ。入れそうか？もう中に入った。制服を探してる。また報告を。あいつでいいか？おい、ようやく戻ってきたな。燃料を補給してまた積み込まなきゃならない。知らせておけ、アウト。マーシャル、制服に着替えた。これから偵察に出るところだ。しっかり聞こえてるよ。ヘリがゲートで囲まれたエリアに着陸した。爆薬を仕掛けられるかも。近づければな。ちょうど奴らが給油してる。燃料に何か仕掛けるのはどうだろう。少し水を足してやってもいいんじゃないか。あそこに警備室がある。中にいる警備員を誘導できるかも。他の選択肢はどうだろう。奴らは貨物を積み込むところらしい。利用できそうだ。好きにしたまえ。奴らのサムサイトが見える。装填済みだ。ミサイルに爆薬を仕掛ける気か？かもね。それか装填してない弾頭に仕掛けて取り返させるとか。そんなことしてくれるお人よしがいればいいが。選択肢の一つだ。かなり大きなレーダーアンテナがある。ああ、それも対処しないとな。アンテナに爆薬を仕掛けるか。それか電源を絶ってもいい。発電機につながっているはずだ。他の選択肢は。誰かがあそこの監視室に常駐してる。雑談してみてもいいか。3箇所全て無力化したら俺たちの出番だ。セブ、クレードルがあったら教えてくれ。その基地のどこかにある。鍵なんか私の魔法ですぐに開く。おはよう。何がおはようだ。早くここを出たいよ。3日間の任務の予定がもう1週間だ。死体を残すわけにはいかない。レイカは、レイカだ。勝手に言ってるよな。
なんだ。いや、問題はそこの小屋にいる堅物が一切規則を曲げないことだ。ベッツァーの許可なしには積み込ませてくれない。お疲れ。ヘリに物を積みたい。緊急だ。よし、許可証はあるのか。フランス外人部隊の気象みたいだな。許可証のようなものに同じやつがサインしてる。ベッツァー大尉だ。こいつがキーマンだな。身勝手なやつだ。生物兵器を掘り出してる現場に二人の娘の写真を飾ってるなんて。で、許可証はあるのか。まあな、ずいぶん世話になったが、正直5年もいれば十分だった。悪気はない。ああ、アンジェラとクリスティンだ。俺は父親に向いていないからこんなところにいる。俺のことはもういい。あんたの貨物運びを手伝うよ。ああ、またか。まあ、ベッツァを怒らせたくないからな。手配しよう、うん、ゲートの外にある貨物に何か仕込めるかも。ここに C4 を仕掛けられる。貨物に爆弾を仕掛けた。それをヘリに積み込ませるカモを探せ。こいつを積めってことか。やっとか。始めようぜ。マーシャル、やつらのヘリにプレゼントを届けた。ボルクタにサンタが来た。よくやった。次はサムサイトとレーダーに向かえ。どうぞ。状況を報告しろ。何も起きてない。聞こえてる。よー、新人ちゃん。うそ。気を悪くするな。ここは入れ替わりが激しくてな。あれは今来たばかりだ。急ぐ必要はないだろう。あの弾頭はベラルーシから発送されたようだ。新しい誘導チップを弾頭につけるよう作業指示があった。モデル GCX-78 だ。ここにある弾頭は明日まで装填されそうにない。催促してみるのもいいな。弾頭の何を知ってるんだ。ここらじゃ見ない顔のくせに。そうだな。だが準備ができてない。来週俺たちはここにいない。お前がいつから働いてるにせよ、業務を全く理解してないだろう。サイトのコンピュータについて。照準システムを再プログラムできるはずだ。このセキュリティウォールを突破すれば。
サムサイトが自分を狙うようリダイレクトする。いいぞ、あとはレーダーだけだな。セブン、奴らの目を潰せ。爆薬を見つけないと。元気か？コードってなんだよ。お前空軍にいたんじゃなかったのか。まあ1年だけな。潜伏したんだ。高いところが嫌でな。沿岸警備隊ならぴったりじゃないか。警備室を見つけた。カメラの映像がクレードルを探すのに役立つが、このドアは開けられない。まずは奴らの防衛策の無効化に集中しよう。これがもっと必要だ。電力がなければ奴らのレーダーは役に立たない。レーダーの電源ボックスに爆発物を仕掛けた。これで俺たちに気づけない。今ので最後の目標だ。兵器はないな。セブン、警備室へ侵入する方法を探せ。動きが活発になって、セキュリティ端末があった。待機しろ。別の暗号コードでロックされている。昨日の朝でした。時間が足りなかったもので。時間？はい。汚染のリスクは？リスクは私が判断する。司令官、その もうここに用はない。兵器を出荷した。次は CIA やソビエトに気づかれずに脱出する。分かったか？はい、司令官。この辺りは静かだったけど、それも時間の問題だろう。ついてこい。悪い知らせがある。言ってみろ。奴らが武器を動かした。ハロー自身が確認を。ジェーンがいるのか？監視映像で彼女を見た。おそらく地下の研究室だ。嘘だろ。
作戦変更だ。手ぶらでは帰れない。ここを破壊してハローを捕獲するぞ。聞きたいことがある。地下へ行く道を探す。これより移動する。セブン、レーダーをオフラインにしてくれ。任せとけ。まさかヒューズが飛んだのか。アーカス1、北東から航空機が急接近してる。見えるか。電源が落ちた。レーダーが焼き切れたようだ。何があった。どうやら攻撃されてるぞ。
班はハローの逃走ルートを見張っておく。よし、フェリックス、俺たちはハローを探す。フェリックス、フェリックス、音声が悪い。聞こえてるか？問題なく聞こえてる。ジェーン、何のつもりだ？何をしてる？武器を捨てなさい。私はお前たちに対処できる。ケース先に行け。前方にパンチを。後に続け。稼ぎを許すな。相変わらずしぶといな。だがお前の手には負えない。怪我をする前に引き返すんだ。さもないと。さあ急ぐぞ。そのセリフそっくり返す。お前の勇気にはいつも感心していた。だからこそとても辛い。無駄にできない。よし、手分けするぞ。ケースは左を。セブ、俺に続け。ケース、聞こえているな。トロイが選んだ道をお前も歩む必要はない。お前には才能がある。こんなところで無駄死にするな。
ち行った。この後はいつも偶然で食わすな。グセフからここのことを聞いたんだな。どうせ口を割ると思っていた。しかし異常な状況では普通じゃ考えられない仲間ができると分かっているだろう。お前を尊敬しているんだ、心から。仕事を全力で全うする信念を持っている。もはや信じられないだろうが、私も同じだ。捉え方が違うだけだ。原則？お前はとっくに分かってるだろう。盲信するだけでは何も成し得ない。奴らは好きあらばお前たちを殺すだろう。お前も私も主人を裏切る。おい、落ち着け。私を殺しても無駄。もう後戻りはできない。俺にはできないって決めつけるな。フェリックス準備しろ。ルークに戻るぞ。ゲストも一緒だ。地下では運が良かった。イエバイス・ザイネス・グルクシュメット。運とは各個人の行動の結果だ。もちろんハローも例外じゃない。俺たちは兵器の行き先を知らない。ジェーンが話せば幸運だと言えるだろうな。話せばね。いずれにしろジェーンは話す。